うちは10台分ほどの月決め駐車場を持っているんだけど、契約している人のほとんどは自宅に駐車スペースがないご近所さんで、同じくスペースがないけど平気で路上駐車を続けている A ママは、どうせこんな住宅街駐禁の取り締まりも来ないのにバカみたいと、うちの契約者をバカにしていたが、その来ないはずの取り締まりが突然あって、しっかり違反切符を切られたらしく、慌てて駐車場の契約を申し込んできたものの、その内容が1ヶ月借りたいというもの。もともとうちは満杯状態なので、断ったら、じゃあ、車庫証明だけでも書いて、と言われ、当然犯罪行為なんでとんでもない。と断っても、車庫証明の状況など、警察もいちいちチェックしないから大丈夫。お礼もするし、丸さんもそれで儲かるからいいでしょ？この程度で犯罪なんて大げさじゃない？わらと粘られ、そのうち、近所のよしみだとかで、駐車場の端にでも止めさせてよ。もちろんただで、そしたら車庫証明かけるでしょ？みたいなことまで言い出されて、ポカーン。断ったら、この程度の親切もしてくれないの？うちが困っているのに。こんなの誰でもやっていることなのに。と、切れ気味に怒鳴られたけど、うちの知り合いにも、誰でも、車庫飛ばしなど聞いたこともないですし、何より、お宅の路中の車は、うちの駐車場の出入り口付近でめちゃ邪魔なのに、そのご近所のよしみで、うちも契約者さんたちも、今まで、文句の一つも言わずに黙っていたんですけど、バカも休み休み言え。という意味のことを真綿で包んで言い返したら、ムキッとなって帰っていきました。つうか、後からつらつら考えると、1ヶ月だけ借りるつもりだったということは、最初から車庫証明書だけを手に入れるつもりだったのかも？とゲスパーしてしまうが、結局、A ママは、その騒動が周りにバレて、ご近所から顰蹙を買い、今までみたいに路駐しにくくなったらしく、最近は車を移動しているので、出入り口がすっきりで嬉しい。ちなみに、警察に路上駐車をチクったのはうちじゃありませんよ、わら。